続いて算数は朝木先生にお話ししたいと思います。はい、はい、算数に関してはですね、試験内容としては50分で100点満点の試験となっております。ご覧いただいている通り、大問1では基本的な計算問題が出題されます。まあ、最初の足し算引き算から始まり、小数分数、あとは掛け算の掛け算足し引きの順序ですね。はい、あとは括弧どこから計算するべきかだったり、まあ、分数と小数が混ざっている計算ですね。まあ、どちらかにこう分数小数どちらかに直してあげて計算するだったり、この問い、丸5番だったり、カッコ5番ですね。こちらの問題だったりすると、まあ、全体的にこう、小数点で揃われてて、2分の1っていうのを、まあ、0.5、小数に直して計算したりですね。はい。したりとか、あとはこう、まあ、分数の、こう、計算なんですけれども、対分数を仮分数に直せるかだったりですね。はい。いうところで、まあ、掛け算の約分もしっかりできるように、ちゃんとしておきましょう。はい。でももちろんこう8番とかになると結構見た目的にはすごい難しそうなというか、まあいろいろ小数分数仮分数から掛け算割り算足し算引き算混ざっている問題で、なのでまあ基本的な計算方法を抑えた上で、まあミスをしない計算力ですね、はい、必要になるので、まあもちろん50分という中でかなり短い時間にはなってるんですけれども、その中でこうここはまあ10分かからないぐらいで解けるように、まあ、最初は、こう、丁寧に、正答率を上げながら、だんだん、スピードを上げていけると、ベストで、はい、ベストですね。この辺は逆にむしろ、得点宣言にしていきたいところですよね。はい、そうですね。できれば、一問も間違えないといいな、っていうイメージですね。はい、そうですね。うん、ここはもう、本当に、ここで稼いで、はい、そうですね。行くのがベストかなというところで、うん、はい。で、大問2を見ていくと、ここでは文章題が基本となってくるんですけれども、まあ、穴埋め問題なので、まあ、まずは一番は何がこう聞かれているか、何を問われているかっていうのを把握することが一番大事かなっていうところですね。例えば単位を見たりだとか、何々通とか、何々、まあ、そうですね、人とか、で、何点とか、で、その後の主語ですね。何が何点なのかっていうところで、はい。だからそれ、まあ、主語を、と、この空欄の後の単位だったりっていうのを、まず基本的に意識して、はい、解くようにしましょう。ただ、問題の難易度としては、そこまで難しいものではなく、まあ、基本的な、問題が多く出題されるので、まあ、小学校のこの範囲ですね、広い範囲を、こう、すべて、こう、基本的な問題でも解けるように、しっかり復習しておくことが、はい、直接的な、この試験の対策として、つながってくるのではないかというところですね。で、大問3と4を見ていくと、大問3ではこうちょっと、まあ、見ただけで少しちょっとこうゾッとするような問題ではあるんですけれども、まあ、こういったこういう図形があって、空間図形の把握ですね。なのでこう思考力をこう問うような問題ですね。ここちょっと文字が失礼しました。こうちょっとあれなんですけれども、まあこう大体国語のも国語の試験と同じように。少々思考力を問うような問題も多く出題されます。はい。なので、まあ、図形を理解した上で、この、まず、問いで何を聞かれているかっていうところで、かなり、こう、問題を読んだ上で理解する練習も一緒に合わせてしておくといいですね。はい。あと、基本的な体積とか表面積の求め方も、しっかりと復習をしていくようにしましょう。はい。で、大問4ではですね、こちら文章題になるんですけれども、基本的にこう速さだったり、こう距離だったりを求める問題ですね。まあ、登場人物が2人いて、こう追いかけていく問題だったり、こうどっかとどっかで、こうお互いがこう出会うのはどこかだったりだとか。はい。なので、まあ距離、速さ、時間をそれぞれこう求める式を、自分の中でこう練習して使えるようにしておきましょう。あと、問い、この、この問題だと、こう、3対2っていうのがここで与えられてるんですけども、この距離に対しての比ですね。比と実際の距離でこう計算して、実際の距離を求めたりできるようにしておくのが、ベストですね。はい。で、大問5を見ていくと、ここではもうかなりこう思考力を問う問題になっていて、まあ、こう、計算問題だったり、ここでは計算問題なんですけど、まあ、図形の問題だったり、あとは確率。例えばいろんな、こう、袋の中の、なんか1から5の
数字が書かれた札をこう取り出すときの法則ですね。そのときどんな法則があるかっていうのを、この与えられた文章から自分の中で考えていろいろ試してこう試行錯誤して、で、こう答えを導き出すっていう問題になっています。この問題は結構特殊ではあるので、まあ練習としては普段からこういろいろ数学だけじゃなく、それこそ国語の対策でも思考力をこう自分の中でこう養っていろいろ試して試行錯誤して、結果を導き出すっていうプロセスが、この、明慶学園さんのこの学習のプロセスでもつながってくるところはあるので、すごいここは入学後でもすごい問われるような能力ではあるかなというところで、はい、この問題を、まあパターンを知っておくだけでも対策にはなるので、はい、ぜひトライしてみてください。そうですね、というところで、はい、なんか規則性の問題とかもう、やっぱりそうですね、ちょっと発見できるかどうかっていうのはかなり練習量だったり、うん、触れてきた問題数だったりすると思うので、はい、松崎先生おっしゃったような思考力とともに、こういった練習問題をですね繰り返し解くことで徐々に分かってきやすい問題かなとは思うので、はい、ありがとうございます、うん、はい、それでは最後にですかね、最後ではないかもしれないですけども、ちょっとよくあるご質問というところで、ご紹介させていただければと思います。よく聞かれるのが、今回の明慶学園さんに限らないかもしれないのですが、教科受験のその国語算数の対策について、いつ頃から学習を開始すればよいでしょうかというふうに、お問い合わせいただくことが多いんですけれども、まあ、もしかしたら皆さんこう英語に特化しておけば教育生受験は大丈夫かなって思われる方もいらっしゃるかもしれないのですが、もし国語算数も何でしょうね、一定のレベルを問われるような試験内容を出す学校さんの場合ですと、もう一般受験と変わらずにですね、まあ、小4か、まあ、小5からでも間に合うかとは思いますが、小5からが望ましいかなというふうには思っております。小6だとですね、かなりやっぱり受験範囲を全般的に網羅するのはなかなか大変な作業になってきますので、もう志望校別対策にも集中していくしかないかなというふうな印象ではございます。あとは先ほどの算数パートでありましたように、もう計算はもう全部取り切るとか、そういう感じの、気持ちで臨んでいくっていうようなところが残された期間でできることかなと思っております。はい、で続いてがですね、慶明学園さんの話になってくるんですけれども、帰国生のための授業サポートなどはありますでしょうかというようなところで、こちらもですね、ちょっと明慶さんの、ウェブページからちょっと、借りていただいているんですけれども、例えば中高ですね、その先ほどありました EEC ですかね、の、英語特別クラスっていうのはしっかり設けておりますよというようなところ、あとはこちらも中高対象にはなっているんですけれども、放課後、学習サポートというのがありまして、希望者は参加いただけるということで最大週4回参加可能というふうになっております。なのでどうしても例えば一般受験生で入ってこられた方に比べて国語や算数のキャッチアップが大変だなと思われる方は、すごく教育生に理解のある、サポートをされているなというような印象ですので、はい、こちらは少し参考にしていただけるといいかなと思います。でちょっとこちらは中学以降高校とかになってからだとは思うんですけれども、海外大学進学ですね、もう希望されている方、明慶さん比較的多い印象があるので、そういった支援相談っていうのもちゃんと学校内で可能ですよというところで、ちょっとここには書いてないんですけれども、確かウェブページですね、SAT の会場になっていたりするので、海外大学でもし SAT というですね、アメリカ版のこう英語、数学の能力を問う問題とかっていう試験があるんですけれども、まあ、そういった内容も学校内で受験することが可能っていうのはかなり魅力的なのではないかなというふうには思っております。はい。で続いての質問になります。編入試験はありますかというところなんですけれども、はい、一応ですね、まあ、若干名というところになりまして、でかつですね、こちらにちょっとちっちゃく書いているんですけれども、定員を超えた場合は募集停止することもありますというような形で、ただ一応毎年されている印象はございます。はい、こちらも A 方式、B 方式ですね。こちら遠心入試になっておりまして、国数 A と
どちらも同じような形になっております。はい、中1、中2、中3、すべて募集されております。で、MG コースも同様ですね。で、MG コースの場合、A 方式はその日本語作文と英語。そして、B 方式の場合は国数 A というような形になっております。編入試験ですとですね、やはり、じゃ学校に入ってからの授業についていけるかどうかっていうようなところも問われてきますので、よりですね、国語や数学っていうのは、しっかり学年相当レベルの対策をされていくのがおすすめかなというようなところではございますので、またもし気になる点などありましたら、ぜひ弊社、もしくは学校の方へ問い合わせいただければなと思います。最後に、大学実績についてですね。で、こちらもホームページより拝借させていただいているんですけれども、なんとですね、大学合格結果はかなり国公立、国立ですね、たくさんの、合格実績を出されているかなと思います。まさに文武両道というような形ですね。私立大学もやっぱり名当たる私立大学で合格実績がしっかりあるような形になっております。あとは、ちょっとこちらは IB コースなどもですね、高校になってからある形ではあるのですが、やっぱりアメリカやイギリスといった、その他の国もございますが、大学実績も最近年々ですね、かなり上がってきている形で、それも明慶学園さんの人気校と、さらに人気校になっている要因の一つかなというような印象を受けております。もしまた詳しいですね、それぞれ大学実績もどんな学校に行かれているかっていうのはホームページで詳細がさらにですね載っておりますので、ぜひ気になる方いらっしゃいましたらご覧いただければと思います。